ストリートでは基本中の基本となるバニーホップ。まずはバニーホップの動作から。フロントを上げるのは自分が上に飛び上がるときにバーを自分に引きつける。リアを上げるのも要領は一緒で、後ろ側の足でペダルを靴底に引っ掛け、自分が上に飛び上がるときに膝の屈伸でペダルを自分に引きつける。線などを目安に踏まないようフロントリアと持ち上げる。リアが浮かない方は前側の足でペダルを踏み込んでしまわないことを注意してみてください。後ろ側の足だけで上に引き上げることです。続いてはバニーホップの仕方。先ほどの別々の動作をフロントを持ち上げ始めた勢いのままリアも自分に引きつけるとバニーホップになります。このバニーホップの形ができるようになったら徐々に目標を上げていきます。フロントを上げた分だけリアもついてくるようになるので、ためから上に飛び上がるタイミングを自分のものにしていきます。目標の高さまでフロントを引きつけ、物を越えるようにフロントを前に突き出しながらリアを引きつけると物を飛び越えられるようになります。ある程度までの高さを飛ぶコツは、障害物を前に飛び越える感じです。何もないところで形を作ろうとしても難しく、物を飛び越えるぐらいスピードがある方が安定感もあります。こちらはバニーホップの応用。段差に飛び乗るときに斜めや横から行くと乗りやすいです。またそれが応用にもなったりします。バンクではフロントもリアも引きつけやすいので体勢を作りやすく、高く飛ぶためのいい練習になります。バニーホップは奥が深いので、カラーコーンを目標に頑張ってください。